はい、こんにちは、116インズです。さて今回は我らがマリナーズのここ最近について話していこうかなと思っていますが、現地5月17日の試合が終わった時点でマリナーズは24勝21敗、3つの貯金を作りまして現在 AL 西地区首位に立っています。私の記憶ですとこの時期にマリナーズが首位に立っているのは珍しく、まあ暗黒時代が長すぎたせいなのも当然にしてあるわけなんですが、実際に調べてみますと現地5月16日時点でマリナーズが最後に地区首位に立っていたのは2016年、単独首位に限りますと2003年にまで遡りますので、まあやはり印象通り珍しかったと。この時期の順位は特に意味はないとは言っても、負けるよりか勝っていた方が当然いいですので、ひとまずぼちぼち勝てている現状を喜ぶこと自体は問題ないでしょう。じゃあかといってものすごく強いかと言われるとそうでもなく、正直今のところチーム全体の強さで言えば昨年と大きくは変わらないかなと。レンジャーズ、アストロズがまだ勝敗の面では本調子とは言い難いですので、そこに助けられている側面は大きいでしょう。この2チームも力のあるチームですから、マリナーズが今の順位をキープする上では現状に満足することなく、やはりもう一段上の野球は見せてもらいたいところです。今年のマリナーズがひとまず勝ち越せている大きな要因を挙げれば、やはり盤石な先発陣の存在は欠かせないでしょう。カスティーヨ、カービー、ギルバート、ミラー、ウート、MLB でも有数のローテーションとなっていますが、現地5月16日時点の成績となりますが、イニング数254回3分の2は MLB で2番目に多く、イニングをしっかり食えているのがまず目立ちますよね。ブルペンがブラッシュとサントスというハイレバレッジアームを2枚失う苦しい台所事情にある中で、先発がこれだけイニングを食ってくれているのは本当に大きいなと。またクオリティもしっかり伴っているのが素晴らしく、先発防御率 3.36 は MLB8 位、 FIP3.52 は MLB5 位とゲームメイクもできている印象で、クオリティスタートの数26に至っては MLB トップとなっています。4月10日から5月4日までは21試合連続で先発投手が自責点2位以内で登板を終えるなど、毎試合毎試合チームに勝つチャンスを作ってくれていて、それをものにできているからこそマリナーズは直近9シリーズで8度勝ち越し、序盤のややスロースタートから立ち直って貯金を着実に増やすことができたのかなと思っています。先発陣様々です、本当に。なのでそうなってくると、まあ課題はやはり今年も打線ですよね。こちらも現地5月16日時点の成績となりますが、得点数168は MLB24 位と、まあ点が取れておらず、攻撃陣の補強は行ったとは言っても、ここ数年見てきたのと同じ光景、序盤の貧打ぶりは相変わらずです。MLB7 位となるホームラン50本出ているのはポジティブに捉えてもいいでしょうし、そもそも T モバイルパークが打者に厳しすぎる環境なのも得点数が少ない一因かとは思いますが、球場補正を加味したとしてもマリナーズの WRC プラスは100ジャストと、どれだけよく表現したとしてもマリナーズ打線は平均的なパフォーマンスしか今のところ見せていません。そして際立つのは三振の多さ。三振率 28.3% は現在 MLB ワーストとなっていまして、昨年オフに三振を減らすぞと意気込んで打線の大改造を行った成果はどこへ行ったんだという感じです。もちろん実際に獲得してきた選手たちが三振が少ないわけでもない選手たちが多かったですので、実際のところ三振を減らすのはコストカットの建前的な側面も大いにあったんでしょうが、テオスカーやスアレスラといったスラッガータイプを放出し、打線のスケールを下げた以上はこのペースで三振していては厳しいですし、もうちょっとどうにかならんもんかと正直思ってはしまいます。今季100打席以上に立った選手たちの WRC プラスと三振率がご覧の通りなのですが、まあ微妙なパフォーマンス、そして異様に高い三振率、ロハスの予想外すぎる打撃の覚醒に今はかなり助けられていますし、ローリーも今季は右打席ですでに1シーズンとしてはキャリアハイとなる5本のホームランを放つなどかなりパワーを発揮していますし、新加入のルーク・レイリーも5月に入って当たりまくったりとポジティブな話題もなくはないんですが、それ以上にマイナスも目立つと。ポランコとガーバー、オフの打線補強の目玉だった2人が今のところ低調な滑り出しですし、フリオが昨年と同様に今年の春先もあまり良くはない。ヒットは出ているんですが長打がこの春は全然ですね。リーグ平均以下のバッティングをしている選手も割といる中で、三振率 25% を下回っている選手すらロハスとフランスしかいないというのは、さすがにマリナーズフロントが冬に思い描いていた姿ではないでしょう。そんなこんなで打線にストレスを溜めているマリナーズファンもきっと多い今日この頃かと思いますが、ただいい当たり自体は結構出ているんですよね。ハードヒット率 42% は実は MLB 4位ということで、リーグの中でも強い打球が打てているチームですし、コンタクト時の WOBA 3割7分8厘も MLB 8位と、しっかりバットに当てさえすれば打線全体のポテンシャルは MLB トップ10レベル、それくらいのものは示しているチームです。なので頼むからもう少しコンタクトしてくれと、昨年と何で言ってることが変わらんのかと思ってはしまいますが、もう少しコンタクトを増やし三振を減らす方向にできたら打線のパフォーマンスはもっともっと上がってきそうであるんですよね。じゃあなんで今のマリナーズ打線はそれができていないのか、そこももう少し次から見ていきたいなと思います。三振が多いとなるとまずアプローチの悪さが原因としてありそうなので、そこから見ていきますが、マリナーズ打線の空振り率 27.8% は MLB 全体でワースト5位、まあこれだけ三振が多いチームですのでそこに驚きはありません。
ただ一番アプローチとしては良くない、ボール球を振って空振りが増えているのかと思ったらそうでもなく、マリナーズ打線全体のボール球スイング率は MLB で5番目に低く、選球眼自体は問題ない、むしろいいくらいです。昨年はチーム全体でボール球スイング率が 29.2% と MLB 平均よりも悪かったですので、そこは大きく改善していると。マリナーズは組織全体でゾーン管理を信条としており、マリナーズのバッターがヒットを打った際にベンチに向かって両手で四角を作るんですが、あれもしっかりゾーン内を捉えたよと示すものらしいです。なので基本ではありますが、ボール球を振らずにストライクを狙いに行く姿勢がチーム内にしっかり浸透していそうだなと。またマリナーズ打線がここまでボール球にあまり手を出していない背景に、そもそもチーム全体としてスイングを減らす傾向にあるのも理由としてありそうだなと思っていまして、昨年スイング率が 48.1% だったチームが今年 46.2% に減らしています。MLB では近年スイングを減らすメリットが注目されていまして、アレックス・ブレグマンがスイングを減らして攻撃のパフォーマンスを上げたことはよく知られていますが、確かに得意でもないゾーンにまで無理に振りに行く必要はなく、狙い球を絞り、得意なゾーンですとかハードヒットできるゾーンを振りに行った方が合理的であります。マリナーズもチーム全体でその姿勢を浸透させている可能性はありそうで、そのアプローチには個人的にも賛成です。ただじゃあアプローチが悪くなさそうなのに、なんでそんなに三振しているのかと言われると、ゾーン内を全然仕留められていないからということにはなりそうです。左の画像はベースボールサマントにおける各ゾーンの定義となりまして、ストライクゾーンの中心付近1から9のゾーンをベースボールサマントではハートと定義しているんですが、マリナーズ打線はこの近辺を仕留めきれていないと。ハートのスイング時空振り率 15.9% は MLB ワースト5位ですし、ハートのファールボールの割合も 30.7% とこちらも MLB で6番目に高いと。またストライクボールの境目である11から19のゾーン、シャドウと定義されますが、このゾーンでも空振りがとにかく多く、スイング時の空振り率 31.5% は MLB ワースト2位となっています。ボール球スイング率の低さからして、マリナーズ打線は手を出すゾーン自体はそこまで間違っていない、ある程度ストライクを狙いに行けているんですが、タイミングのズレなのか何なのかは定かではないものの、捉えることがあまりできておらず、結果カウントを悪くさせてしまい、三振を増加させてしまっているんじゃないですかね。どれだけゾーン管理ができてもゾーン内を打てないことには始まりませんから、ここはシーズンが進むにつれて徐々に修正されるといいなと期待しているところです。まとめますと、ボール球に手を出さない、スイングも減らしに行くアプローチ自体は悪くないと思っていますので、これをキープしながらしっかり仕留められるようになっていきたいですね。ハードヒットの多さなどからして、攻撃陣の歯車が噛み合い始めればいい打線になるポテンシャルを示していると思いますので、早いところそれが実現してほしいなと。先発陣をはじめとした投手陣が苦しくなる時期も長いシーズンどこかであるはずですので、その時には攻撃陣がチームを引っ張っていけるような、そんな感じで安定して勝ち星を積み上げてほしいなと。マリナーズは先日13連戦を終えまして、1日置いて今日から17連戦がスタートと、日程的にもタフな状況ですが頑張ってもらいたいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げてきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。